何これ、くら、何飛んで、うわうわ、なんかすげえ、おお、なんか合わさって、うん、なんかまるちゃん好きそうな空間やね、これすごいこれ、ちょっと懐中電灯照らして、誰かあの携帯か何か持ってる、まあわしもあるんか、ここにな、どっちの端が出てくるんや、これ雨の時はどうなんですかね、もう何もかここ漏れてる、これあー、これはすごいな、ゾクッとする、うん、時々バタン入って落ちるんよまあ、絶対死んじゃいますよねこれ上位言ったら終わりじゃ、すごい作りだよねこれ、これどっちなんや、石かな、うんうんうん、つるっとしてる、石かもかな、やつ、やどき、いや、あの、雲もが光ってるからな、違うみたいな、雲もだろうな、確かになんか焼き物っぽいですもんね、焼き物っぽい、こういう色のがあるはず、でもみんなこう、子供の頃掘ったりしとるからな、わしらも出る出る言って、これそうじゃろ、こっちの方が、確か、こっちがそうじゃ、それがそうじゃ、へー、うん、それがそうじゃ、うん、あ、なんかでも素焼きの感じしますね、そうそう、はいはいはい、いやいいんすか、ありがとうございます、いやいや、ちょうどなんかサブ、ひよこサブレみたいな形の、ひよこサブレこれもそうやろ、これ、これ見てみる、出てくる、ここ三角だね、結構いっぱいある、あるある、散らばってるんだ、うん、ちょうど3つ、ありがとうございます、何お守りにして、これ残り物でいいよ、けいこさんまた欲しいやろ、ひよこサブレじゃないのが来たよ、これいや別に何でもいいんだけど、三角が来た、俺三角、三角、うん、俺も三角いやみんな三角なんでね三角だけど、えこれがひよこサブレです、三角関係あ、そうひよこサブレやん、え、こっちはとんがりくんじゃない、これあ、とんがりくん、うん、うんうんうん勝手にとんがりくんってどうやって名前があるんだここはな、人が相撲に住めることもできただろうと思うよ、あ、全然滑ると思う、なんか焚き火してここでなんか、うん、したこともあるよ、なんかしたらすごい神秘的、だから風がここな、寒いよこっちから、それこそちょっと前に親父じゃないけども裏通しの、ああ、それがアリジョウ、ウズバ影の、あ、アリジョウいますよね、アリジョウ、おー、あしたあ、頭打ちなよ、おい、そうですね、頭打ちそうな、さっきおったら止まって、石の群れがぐるぐるって、この下が石がいっぱい、もうこの石がな、うん、まあ降りて今見えんけど